はい、ワンピースが大好きな神です。現在12月8日の12時ちょっと前ということで、まもなくですね、ワンピース .com さんの方に次週のワンピース第1101話ですね、その1ページ目というのが公開されると思いますので、それを一緒に読んでいきたいと思います。まあ直前の1100話というのはですね、クマが七武海に入った理由であったり、自我をなくしてまで、まあ自身がね、こう改造兵器にさせられるその理由みたいなものが分かりましたよね。まあそれもこれもね、全部ボニーのためだったということが判明して、またクマの優しさに触れたというところではあったんですけれども、なんと最後の一コマで、あのバーソルミュークマがルフィの故郷であるイーストブルーの風車村を訪れているというのが分かったんですよね。なんでバーソルミュークマが来たのか、それがねこの1101話で明かされていくのかなとは思うんですけれども、他にもワンピースではまだまだ描かれていない内容、まあそれこそエッグヘッドであったりね、他にも黒ひげとかシャンクスとかガープがどうなったのかとか、そのあたりもまだまだ伏せられているところですので、どこかしらの場面というのが新しくねちょっと書かれるっていうのも考えられますよね。ということで読んでいきたいんですけれども、ちょっとその前にお知らせがあります。というのもですね、現在12月8日でしょ、明日12月9日にですね、ちょっと皆さんに見ていただきたいのがあるんですよ。というのもですね、ナレッジキングです、私出ております。ワンピースのですね公式情報としても出ておりまして、昨日ですね、解禁と第5回ナレッジキング決定戦決勝進出者は誰だ頂上戦争予選の配信を12月9日土曜日20時より行います。どうぞお見逃しなく。ということで、この豪華なセットの写真とともに公式 X にて発表がありました。まあもちろん内容であったり結果云々っていうのは、ここで匂わせることすらできませんので、とにかくですねこれ見ていただきたいなというところなんですよ。明日の20時ですね、この豪華なセットでなんやかんやでみんなが戦うということですね。そして私も出ておりますので、見ていただけると嬉しいかなというところですね。ということで簡単ではありますがお知らせでした。12月9日20時ですね、 YouTube であると思うんですけども、まあこれアーカイブっていうかしばらくはあるのかな、1年ぐらいはあるのかな、見れるとは思うんですけども、もちろんリアルタイムが一番面白いと思いますので、明日の20時に公式の YouTube 見ていきましょう。では今回の本題ですね、ワンピース1101話、現在もう12時回っておりますので、ワンピース .com を見ていきましょうか。楽しみだなぁ。来てるかな？来てますね。何か来てました。この前とは違う感じの、早速見ていきましょう。ワンピース第1101話、もう1101話ですよ。でこれがね、1100話突破号みたいになってるらしくて、関東カラーとかもそうなのかな、まあ何かしらちょっとスペシャルな号みたいです。12月11日発売、ジャンプのワンピースをちょい見せということで行きましょう。よいしょ。おお、降り立っている。クマが、これはゴア王国、もうちょっともおっぱいあるみたいになっちゃった。おっぱいじゃないです。来ているようだか、来ているような感じがする。お、ちょっと待って待って、ちょっとアップで見せたい。アップで見たい。3年前。まあそうですよね。私ちょっと動画で言った通りなんですけど、約3年ぐらい前の話なんじゃないかというとこなので、ルフィが16歳かの頃ですね。イーストブルー、ゴア王国、コルボ山と、ゴムゴムの、そうですね。ここで力をこう蓄えてるというか、つけてる途中なんですよね。1年後に、まあ海に出るぞっていうことはルフィの中で決まってますので、そのための準備をしているというところだと思います。まあコルボ山でね、わあ、これ足って、足だ、斧だ、ゴムゴムの斧、ゴムゴムの斧、この時もできたの。ゴムゴムの斧といえば、あのバラティエでね、ルフィが、あのまあ戦う場所になっていたヒレ部分をですね、壊したり、あとはアーロンをですね、倒した時にも繰り出した技ですよね。それをもうこの時に海に出る1年前には習得していたということですかね。なんかてっきりね、海に出て最初にゴムゴムのね、ピストルっていうのを近海の主に売ったのはまあわかるじゃないですか。なのでそこからね、ピストル始まりで海に出ていく中で、まあいろんな敵に出会う中でいろんな技をね、戦いの中でこう繰り出していくというか、編み出してその場でね、どんどんやってるのかなという感じもしてたんですけど、そうではなくてゴムゴムの斧もこの時にもう練習してというか、自分の攻撃技の一つとしてもう覚えてたってことですね。身につけてたんだここで。あー、でクマが来てます。見てるね、これ見てるよね。うわー、この動物たちもびっくりして、このゴムゴムの斧にはかなわねえよみたいな感じか。でその様子をこれ見てますよね、バーソルミュークマ。あ、そしてドラゴンとか言ってる。これどういうこと。ドラゴンのことを思い出して今見ている少年がこれドラゴンの息子だろうと思っているのか、それともドラゴンの息子とは全然知らずにドラゴンイーストブルーにいると言われている、まあ数十年後に世界をねひっくり返すような、そういう素質を持ったねやつが出てくるだろうみたいなことをお前は言ってたけど、もしかしたらこいつなんじゃないかみたいな感じで見つけたのかな。まあどちらにしろこのバーソロミュークマというのは
この16歳時点のルフィを見て、ただの子供を見たではなくて、何か期待してるような目というか、何か思うところがあるような表情をしてますよね。この時にルフィを見たから、ルフィに対して何か、まあ、強い思いがあるので、期待している思いがあるので、シャボンディ諸島では救ったということなんでしょうか。なんかもういよいよルフィの秘密の核心だったり、ニカについてすごく触れられそうな感じがしますよね。クマはね、ゴムゴムの実イコールヒトヒトの実幻獣種モデルニカということを知ってるのかな。そこがちょっと気になるとこだな。そこでまた大きく変わってきますもんね。ゴムゴムの実がニカであるということを知っていれば、まさしくここで足が伸びているのを見ているので、この少年が食べたのはヒトヒトの実であるだろうと、この少年こそ、ニカが眠っているだろうみたいなことを思っているでしょうし、むしろその能力者をこう探しに来たようなところもあるような気もしますよね。いやー、どうなっていくんだろう。このゴムゴムの斧たまんないですね。大きな岩を砕いてるのか。まあ、ルフィは1話で、近海の主に対して、10年鍛えた俺の技を見ろって言ってましたもんね。だから10年鍛えたの中にゴムゴムのピストルだけではなくて、実はゴムゴムの斧だったり、これ他にももうたくさんこの時にもう練習してますよね。それがあったので、10年鍛えた俺の技を見ろということで、繰り出したんでしょうね、あの時ね。いや、このゴムゴムの斧を見て、またバラティエのところとかアーロンのところを見ると、ゴムゴムの斧の描写がまた一段と面白く見れますよね。しかしこれ、クマはルフィのことをおそらく見てると思われるんですけど、ルフィはクマに会ってないんですよね。ルフィがね、シャボンディ諸島でクマとこう相対した時も、昔に見たことがあるような感じには全然ですね、言ってませんので、おそらくあそこが初対面になるのかな。まあ、スリラーバークでも会ってるっちゃ会ってるんですけど、ルフィは意識がなかったですもんね。さあ、いよいよこれはルフィの出生の秘密なんかも書かれそうですね。クマの過去が終わって、そしてエッグヘッド編に戻ってルフィの姿が久しぶりに描かれるのかなと思いきや、まさかのクマの過去の中にルフィがいるとは思わなかったですよね。めちゃくちゃ熱いな。だからもしかするとこの続きで16歳のルフィみたいなものが描かれるかもしれませんよね。喋ってる姿とか描かれるのかな。早く見たいな。だって第1話の海賊王に俺はなるのその1年前の姿ですからね。これまたワンピース第1話がまた肉付けされて面白く読めるっていう感じはしますよね。いや、楽しみなところであります。ということで、この続きは12月11日発売のジャンプに掲載されますので、一緒にまた読んでいきましょう。そして冒頭でも言ったように、明日12月9日の夜8時には第5回ナレッジキングの放送が YouTube でね、あると思われますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。